シアルカップお疲れ様でした。いや確かに、てかこんなにさ、なんか虚無感のない CR カップ初めてなんか CR カップ終わった後ってあー終わったーみたいな、なんかあの寂しい感じが残んのよ。まあでも、まあ一つだけ心残りがあるとすれば、最後までモンドがこのメンバーでエーペックス出てたら絶対に優勝してたって最後までもうずっと言ってたから、それだけは心残りではあるね。メスさんの顔つき違うかったいやでもね、顔つき違うかな、どうなんだろうね。頑張ってはいたかも。確かに昨日のは昨日ので、まあ楽しかったけど、なんかまあそうね、モンドがずっと最後まで言ってたのかな。ちなみにカスタム最終日も言ってたから、うちらが3回チャンピオン取った日もなんか明日本番だったら絶対勝ったけどなって、なんかその信用してくれてる感じが、まあ、とても嬉しくはあったこちらとしては。だしなんかかなえさんともちょっとなんか配信終わった後、配信すぐ切らなきゃいけなかったからさ、こう終わったんだけど、バって終わったんだけど、配信終わった後もなんか一緒に大会出れて嬉しかったねみたいな、メトはやっぱり面白いよみたいなこと言っててそれも嬉しかった。うん、からちょっとね、カメモンファミリーはね、またどこかで遊びたいですね。そう、かなかな、かなえさんはいい人だよ本当に。ちなみに2大会連続でカスタム上位チーム本番したから5番目の中に入ってる。まあでもなんか言ったら、それって、まあ、やっぱ大会本番、カスタムと本番ってマジで違うんよ。マジで違うんだけど、でもモンドならいけたと思うわ。オーダーがそのなんていうの、なんかね、メトわかんないんだけど、モンド本番に強そうじゃないこれマジでイメージね、偏見ね。だ、他の誰かが強そうじゃないとかそういうのじゃなくて、なんかその CR の人、KR勢っていうのかな、 KR 勢のみんなは基本的に本番マジで強いイメージあるわ。だからなんかそれたち、それにメトたちが、メトとカナエさんがついていけたとしたら全然あったと思う。